エンターコーカスフィキャリスラクトボシラス SP ストリープテコカスミュータンス乳酸菌は、代謝により乳酸を産生する細菌類の総称。生育のためには、糖類、アミノ酸、ビタミン B 群、ミネラルが必要な細菌類。ヨーグルト、乳酸菌飲料、漬物など、食品の発酵に寄与する。一部の乳酸菌は、腸などの消化管や窒に常在して、 他の微生物と共生あるいは気候することによって、腸内環境の向上性維持に役立っていると考えられている。乳酸菌という名称は、最近の生物学的な分類上の特定の菌種を指すものではなく、その正常に対して名付けられたものである。発酵によって糖類から多量の乳酸を産生し、かつ悪臭の原因になるような腐敗物質を作らないものが一般に、 乳酸菌と呼ばれる。乳酸菌は、また、とか回路を有さずその発酵の様式から、乳酸のみを最終産物として作り出す、ホモ乳酸菌と、ビタミン C、アルコール、酢酸など、乳酸以外のものを同時に産生する、ヘテロ乳酸菌に分類される。また、その細菌の形状から、球状の乳酸球菌と環状の乳酸肝菌に分類されることもある。 ただし、これらはいずれも便宜的な分類名である。一般に、乳酸菌と呼ばれて利用されることが多い、代表的な細菌には、以下のような属が挙げられる。いずれも発酵によって、多量の乳酸を産生するだけでなく、比較的低い pH 条件下で、よく増殖する。これらの菌にとって乳酸は発酵の最終産物で、あると同時に、それを作り出して、 環境を酸性に変えることで、他の微生物の繁殖を抑え、自分自身の増殖に有利に導く役割を持つと考えられている。ただし、以下の要件を満たす菌類が乳酸菌とされている。グラム用性肝菌、球菌が法イコールなし、運動性イコールなし、消費ドウ等に対して50%以上の乳酸を、生成内野心を、 必要級ヘテロ型環状乳酸菌は、例外なく B1、ニコチン酸及びパントテン酸を必須成長素として要求し、そのうち DL 乳酸を生産する13株は、L ブレビス1株を除く他の12株が B2 を要求しないのに対し、L 乳酸を生産する8株は、すべて B2 を要求した。ビフィズス菌は、パン,テン酸をそのまま利用できずパンテチンを必要とし、また、 リボフラビンを必要とするとされる。ビフィズス菌で、菌体内に、ビタミン B1、B2、B6、B12、C、ニコチン酸、ウ酸及びビオチンを蓄積し、菌体外には、ビタミン B6、B12 及びウ酸を産生した。人の腸内の平均量のビフィズス菌の、推定ビタミン酸性量は、ビタミン B2、B6、B12、C 及びウ酸で、 所要量の14から38%を占め無し、できない割合と考えられる。ただしビタミン B12 だけについては、内因子と結びついたビタミン B12 が吸収される。海腸の部位から、さらに遠位の大腸で、ビタミン B12 が産生されているので、人は大腸で作られたビタミン B12 を十分に吸収することができない。細菌学、分類学上の区別ではなく、 生育に利用する気質と生育場所による違いで次のように分けられる。乳酸菌の分類体系は1900年代にグラム陽性、乳酸発酵により、ラクトバシラス属、ペディオコッカス属、ストリプトコッカス属、ロイコのストック属の4属とされた。これに形状、カタラーゼイン性が条件に加えられた。1980年代には、 細胞壁ペプチドグリカン組成、菌体脂肪酸組成によりストレプトコッカス属から、ラクトコッカス属とエンテイロコッカス属が独立し、ラクトバシラス属からカルノバクテリウム属が独立した。同時期に DNA の GC 含量が利用されるようになり、乳酸菌はグラム陽性の低 GC 含量群に含められた。1990年代、 16S な系統解析が導入された結果、乳酸菌のほとんどが、ラクトバシラスメに含まれることとなった。バージー、スマニアルオブシステマティックバクテリアラジー第2版により、ラクトバシラスメは、アエロコックスか、カルノバクテリウムか、エンテイロコックスか、ラクトバシラスか、ロイコのストックか、連鎖球菌かの6かに分類された。ラクトバシラス属は、 フィルミクテスボンバシラスツナ・ラクトバシラス目、ラクトバシラス科に属するグラム陽性の換菌であり、ラクトバチルスとも呼ばれる。一般に、乳酸換菌と呼ぶ場合競技にはこの属を指す場合が多い。種によって乳酸のみを産生するものと、乳酸以外のものを同時に産生するものがある。エル・デルブルックイ、エル・アシダフィリス、エル・ケイシーなど、ラクトバシラス属は、 野外から容易に分離され、ヨーグルトの製造に古くから用いられてきた。ラクトバチルスブルガリークス、ラクトバチルスガセリ、ラクトバチルスアシドフィラスなど多くのラクトバチラス属に属する種がヨーグルト製造に利用されている。人や動物の消化管にも多く生息しており、その糞便からも分離される。また、女性の膣内に生息するデーデルライン菌と呼ばれる、 最近群も、主に、ラクトバシラス属で構成されている。また、エルフラクティベランズ、エルヒルガルディー、エルペラーキャサイ、エルラムナサスなど、ラクトバシラス属の一部にはアルコールに強いものがある。これらは、日本酒醸造の現場では、火をチキンと呼ばれ、この菌の混入は、日本酒の異臭や酸味などの発生の原因になるが、エルペラーキャサイ、エルプラントラムは、 ワインのマロラクティック発酵を行う。ラクトバチルスカゼイシロタ株は別名、ヤクルトキーンや LCS と呼ばれる。エンテロコッカス属は、ラクトバシラス目エンテロコッカス科に属するグラム陽性の球菌で、ホモニ酸発酵をする。海腸、猛腸、大腸に生息している。フェカリスフェシウムなどがある。このうち、イーフキャリスは、成長薬として、ビフィドバクテリウム、 ラクトバチルスと共に配合されて用いられることが多い。フェカリス菌種や EF-2001 株を加熱殺菌した菌体の免疫不活能力が高いとされる報告が見られる。なお、E フィキャリスと E ファイシアムは薬剤耐性が高く、院内感染において重要な位置を占める。なお、E フィキャリスはビタミン B 群のうちいくつかを要求し、 これらが与えられていると活動が促進されることが知られている。ラクトコッカス属は、ラクトバシラスモク、ストリプトコッカス科に属するグラム陽性の球菌で、連鎖状内視総球菌の配列をとる。競技の乳酸球菌、ホモ乳酸発酵をする。牛乳や乳製品に多く見られ、これらを原料とした発酵乳製品に用いられる。エルラクティス、エルクリモリスなど、 市販のカスピカイヨーグルトなどに利用されている。内心は34アミノ酸残器の多管式抗菌ペプチドであり、食品の保存量等に用いられ、ラクタコカス、ラクティスの発酵によって生じる。商業的には、ラクタコカス、ラクティスの牛乳やデキストロース等の天然ワイでの培養、大麦上中カス由来発酵を麦エキスの発酵によって得られる。 グラム陽性菌の成長を抑え、食品の寿命を伸ばすためにプロセスチーズや肉、飲料等に添加し、加工に用いられる。多くのバクテリオシンが通常菌塩種しか阻害しないのに対し、内腎はリステリアモノサイトゲネス等を含む広い範囲の種に対して効果がある。ペディオコッカス属はラクトバシラスモクラクトバシラス科に属するグラム陽性の球菌で、 4連球菌の配列を取る。ホモ乳酸発酵をする。ピクルスなどの発酵植物製品から分離されることが多い。ピーガムナサスなど。ロイコのストック属は、ラクトバシラスモクロイコのストック化に属するグラム陽性の球菌で、連鎖状内視送球菌の配列を取る。ヘテロ乳酸発酵をする。ザワークラウトなどの発酵植物製品から分離される。エルマセンターアイデスなど。 エルマセンターアイデスはワインのマロラクティック発酵を行う。ストリプトコッカス族はラクトバシラス目、ストリプトコッカス科に属するグラム陽性の球菌で連鎖状の配列をとる。ストリプトコッカス族は乳酸菌にも分類されている。ストリプテコカスサーマハラスは発酵乳製品に含まれており、一般的にヨーグルトの製造に利用されている。ストレプトコカスは 虫歯の主要因の一つとして、重要なミュータンス菌を含む。ビフィドバクテリウム属は、抗戦菌門に属するグラム陽性の変性菌気性肝菌で、増殖の際しばしば V 字型、Y 字型などに分岐した形態を示す。属に、ビフィズス菌とも呼ばれる。ヘテロ乳酸菌の一種で、乳酸と酢酸を産生する。B ビファダムや B アドレスセンティスなど、 ビフィドバクテリウム属の細菌は、乳児のうち特に母乳栄養児の消化管内において、最も数が多い消化管状細菌である。その後、加齢に伴って、他の嫌気性細菌にとって変わられる。なお、近年においては、医薬やサプリメントの領域においては、ビフィズス菌は、競技の乳酸菌に属するもの。こちらは、乳酸菌やダクトミンという名称での記述がなされる。 とは異なる記述がなされるようになっていることが通常である。乳酸菌は様々な発酵食品の製造に用いられてきた。主なものとしては、ヨーグルトや乳酸飲料などの発酵乳製品、キムチや、浅漬け、ピクルス、ザワークラウト、テンペ、味噌などの発酵植物製品、塩辛、船寿司などの慣れ寿司などが挙げられる。乳酸菌による発酵は、 これらの食品に酸味を主体とした味や香りの変化を与えるとともに、乳酸によって食品の pH が酸性側に偏ることで腐敗や食中毒の原因になる他の微生物の繁殖を抑えて食品の長期保存を可能にしている。また、乳酸菌は発酵の際にビタミン C も酸性する菌種があり、バニュー酒などは 発酵前の生乳等のビタミン C よりモノードが高くなる。牛乳にはビタミン C がほとんど含まれていない。その理由は、子牛が自らビタミン C を合成できるので牛乳から摂取する必要がないためである。牛乳を発酵して作ったヨーグルトでは微量ながらビタミン C が含まれている。一方、他の発酵食品の製造過程において、 乳酸菌が雑菌として混入することが問題になることもある。ラクトバシラス属のエルフラクティベランズ、エルヒルガルディー、エルペラーキャサイ、エルラムナサスなど、アルコールに強い乳酸菌は、種類の醸造、発酵中に混入、増殖すると、異臭、酸味を生じて、酒の商品価値を失わせてしまう。日本酒醸造の現場ではこれを非落ちまたは不造といい。 これらの菌は、火落ち菌として作り酒屋たちから恐れられている。また火落ちにより混入した乳酸菌によって醸造後に腐敗することを防止するための手法が経験的に編み出され行われている。これは、火入れと呼ばれる低温殺菌法で醸造した酒を摂氏65度の温度で23秒間加熱すれば、これらの菌を不活化できる。火入れは、 江戸時代頃から行われていた。ワインにおいても、同様に保存中に、乳酸菌発酵によって、一臭や酸味を生じることがあり、その原因を究明しようとしたルイパスツールの研究によって、食物が腐敗するメカニズムが解明され、また、パスチャライゼーションと呼ばれる低温殺菌法の発明に、つながった。エルラクティスは、内心と呼ばれる抗菌ペプチドを生産する。内心は、 黄色ブドウ球菌やリステリア菌などの食品腐敗菌に対して高い抗菌活性を持つため、その抗菌作用を期待して食品添加物として世界中で広く用いられている。乳酸菌のうち、特にラクトバシラス属とビフィドバクテリウム属は人の消化管内や女性の膣内に常在し、常在細菌層の一部を成している。これらの乳酸菌は、 高校内の右職を除いて直接人の病気の原因になることはなく、むしろ生体にとって有益になるバリアーとして機能していると考えられている。そのため、乳酸菌は善玉菌と表現される場合もある。ただし、極めて稀な例だが、乳酸菌血症などの感染症の原因になる例も報告されている。人の高校内には、 多くの細菌が生息するが、ラクトボシラス属も多く生息している。主なものとしては、エルオーリス、エルケイシー、エルザリバリウス、エルブレビスなどである。このラクトボシラス属は、輸食の発生に関与するとされている。1889年に、司会師のミラーが、人高校の微生物という研究書を出版してから20世紀半ばまで、乳酸肝菌が、 呂食の主たる原因とされていた。しかし、現在では乳酸を酸性する能力は高いものの、紙面への付着能力が低く、プラーク中の菌数は少ないため、呂食源性は強くなく、呂食の進行を促進するものであるとされる。健康な人の腸内には、たくさんの種類の微生物が生息しており、ほぼ全ての人の腸内からは、 ラクトバシラス属やビフィドバクテリウム属の乳酸菌が検出される。これらの乳酸菌は、俗に言う、腸内の善玉菌の一種として捉えられる場合が多く、腸内常在細菌層において、これらの細菌の割合を増やすことが健康増進の役に立つという仮説が立てられている。ただしその有効性については、 意義があるとする実験結果と関連が認められないと、する結果がそれぞれ複数得られており、結論が出ていない。人体に有益な乳酸菌を摂取するという考えは、パスツール研究所に所属していた、ロシアの科学者であるイリア・メチニコフの発案だとされる。メチニコフは、象徴内から発見された毒性を示す、化合物が吸収されると害になるという内容の自家、中毒説を唱えていた。 そして、1907年に、不老長寿論という著書を出版し、ブルガリアに長寿者が多いことに目をつけ、ブルガリアの乳酸菌を摂取させたところ、腐敗物質が減少したので自家中毒を防止できて、長寿になると唱えた。ブルガリアの乳酸菌の他に、ケフィアや酢漬け、塩漬けの食品によって、人々が知らず知らずのうちに乳酸菌を摂取していることを指摘している。 その後もこうした仮説による研究は発展していった。そして、疾患の原因は様々だが、有害な腸内細菌が作る毒素も、生活習慣病につながる一因であるということが、わかっている。腸内状在細菌層のバランスを改善することを、目的とした製品が開発されている。このうち、乳酸菌などの細菌を生きたまま含むもののことを、 プロバイオティクス、それ自体は正菌を含まないが、全玉菌と言われる菌が特異的に利用する、オリゴ糖などの栄養源を含むもののことを、プレバイオティクスと呼ぶ。健康食品として販売され、利用されている。ベチニコフが見出したヨーグルトをはじめ、初期に開発されたほとんどのプロバイオティクス製品については、その後の研究から摂取してもほとんどの乳酸菌が胃で死滅してしまい、 腸に到達しないことが明らかになった。そして、製剤技術や新しい乳酸菌種の開発によって生きたままの菌を腸に到達させることが可能になったが、最近の研究では加熱資金体も疾病予防効果などを有することが報告されている。経口摂取したラクトボシラスやビフィドバクティリアムが人の腸内で生産することは困難と報告されている。 全玉ダマ菌と呼ばれるものには、ビフィズス菌に代表されるビフィドバクテリアム属や、乳酸菌菌と呼ばれるラクトボシラス属の細菌など、乳酸やラク酸など有機酸を作るものが多く、悪玉ダマ菌には、ウェルシュ菌に代表されるクラーストリディアム属や、大腸菌など、悪臭の元となる、いわゆる腐敗物質を産生するものを指すことが多い。悪ダマ菌は二次単獣酸やニトロソアミンといった、 発言性のある物質を作る。悪玉菌は有機酸の多い環境では生育しにくいものも多い。日本では科学的根拠がある。特定保健用食品には食品の機能の表示が認可されている。認可された食品はヨーグルトとして乳酸菌を含んでおり、食品の摂取によって便秘や下痢の改善、善玉菌に分類される菌が増殖し有機酸が増え、 悪玉菌が減少し、アンモニアが減ったため腸内環境が改善されたことを示す研究結果が多い。特保に認可された食品には、研究によって、血圧や血清コレステロールの低下が確認された製品がある。花粉症などのアレルギー症状が軽減されるという研究報告もある。大腸は、そもそも腸内細菌の活動による、 発酵酸ものである落酸などのタンクサリ脂肪酸を主としたエネルギー源として活動している。デーデルライン菌菌とは、思春期以降の健康な女性の膣内に生息する多数のグラム陽性菌菌である。この名称は発見者のアルベルト・デーデルラインにちなんで付けられた。特定の菌種を指すものではなく、種として、ラクトバシラス属から構成される様々な菌の集団である。 思春期以降の女性の秩序比には、女性ホルモンの働きによって、グリコーゲンが蓄積するが、これらの乳酸菌は剥離した細胞のグリコーゲンを栄養源として定着している。これらの菌が酸性する乳酸によって、膣内の pH は酸性に保たれており、このことによって他の病原細菌の侵入増殖を阻害する。すなわちデデルライン肝菌は、膣の自浄作用を担い、 生体バリアーとしての役割を果たしていると考えられている。1857年に発見され、1919年に分類体系の基礎が作られた。一般的に食品加工に乳酸菌を使用する際は、目的とする菌種以外の雑菌混入を防ぐため、純粋培養された主菌が使用される。耐塩性乳酸菌の一部は醤油、味噌、 予想などの良好な発酵に関わり重要な働きをしているが、一部の耐塩性乳酸菌は二酸化炭素を発生して、食品を返廃させることもある。サイレージとは、家畜用飼料の一種で、牧草などの飼料作物をサイロなどで発酵させたものである。サイロなどに詰められた牧草は、嫌気性菌による発酵により、乳酸や酢酸などの有機酸の成分比率が増え、 pH が低くなることにより、牧草の腐敗の原因となるカビや、好気性菌類の活動が抑えられ、長期保存が可能になる。こうした発酵過程を成功させるために、水分量の調整や乳酸菌などの添加物を投入するなど、農家ごとに様々なノウハウが培われている。上手に発酵したサイレージは豊富な有機酸が含まれることとなり、 牛などの家畜の良好な皮膚に大きく貢献する。発酵により発生した有機酸において乳酸の占める割合が高いものが良質なサイレージとされる。また、pH4.5 以下が望ましいとされる。一般に水分含量は75%前後に調整されるが40%程度に調整したものを特に平ージと呼ぶ。平ージは 機密性が悪いと、好奇的発酵が行われ、品質の低下を招く、ありがとうございます。